メールであったので、崖の上のポニョって結局どういう話だったんですかっていうのがあっていや聞かれてみたら結局どういう話だったかと言われたら、なんか男の子がいるわけだよね。で男の子が海の中に住んでる化け物みたいな女の子がいるんだけど、その化け物みたいな女の子に惚れられて、で ああいうジャンルをですね、異世界押しかけ女房って言うんですよ。ああ女神様とかうるせえやつらっていうのは代表例なんだけども、別世界の女の子が主人公にやたら惚れてきてくっついてしまってっていうやつで、こう異世界押しかけ女房もの、異世界から押しかけ女房がやってくる。まあそれは宮崎駿さんがうるせえやつらとかああ女神様を作ったらこうなりますっていうのが崖の上のポニョだというふうに考えてくれればいいんです。ただ宮崎駿なりのアレンジはどこになるのかっていうと、それはなんか海の底だとかですね、崖だというんではなくて、なんかこう少年と幼女の話だという。さすが宮崎駿、エッジが効いてる。ですね、もう、そこがですね、まあ、すごいですね。やはりロリじゃないか、ロリって言うんですけどね、ロリっていうのはですね、僕はもう宮崎さんに対してどう言えばいいんだろう。例えば僕がオタクかどうかっていう問題あるじゃないですか。僕は自分自身オタクのつもりなんですよ。そのロボットアニメ好きだし、メカとか好きだし、あとタイガー戦車とか好きだし、なんだろう、SF 小説も好きだと、これはオタクでしょうって思うんですけども、でも最近のオタクの人に言わせると、これ岡田斗司夫オタクかどうかっていうと、いやあいつは萌えを理解してないからオタクじゃないってことになっちゃうわけですよね。じゃあ宮崎駿はロリなのかと。でもロリっていう、最近のロリはお邪魔女ドレミでしょ。でお邪魔女ドレミとポニョ違うじゃないですか。なんて言えばいいんですかね、同じ二次元なんだけども本気度合いが違うっていうか。まあペドって書いてるけど、まあ古い、いや古いっていうかね、絵柄の問題じゃないんですよ。なんだろう、女の子を幼女っぽく描くのが好きなのか、本当に幼女が好きなのかっていう、その差が明らかにあって、そこら辺がね、なんでだから宮崎駿がロリーっていうんだったら僕はオタクってことなんですよ。で岡田斗司夫はオタクじゃないよ。で最近のオタク情報が彼はもう分かんなくなってるから、あれは昔のマニアだって言い方があるんですよ。そうすると宮崎駿もマニアであって、お邪魔女ドレミとか、そのなんだろうな、現在の萌えアニメの主流っていうのをロリだっていうふうに規定すると、宮崎駿はちょっと特殊な趣味を持っている方だっていうふうに考えた方がいいんですけどね。だでポニョ、どういう異世界押しかけ女房ものの、まあ、ロリコン版なんですけども、他の異世界押しかけ女房と違うのはそのルールっていうので、例えばその主人公の男の子がその女の子のことを嫌いになったら、そしたらうるせえやつらとかでも、もしラムとダーリンがアタルが別れたら、そしたらなんかなんかラムちゃんの星から、宇宙戦争を仕掛けられるぞみたいなのが冒頭の設定であったと思うんですよね。それは冒頭の設定に過ぎなかったんですけど、宮崎駿はそれを最後の方に持ってきて、なんかポニョのお母さんが、でもソウスケ、あなたがポニョを振ることがあったらとんでもないことが起こりますよみたいな恐怖の予言みたいなことをして、ソウスケくんなんかすごい分かりましたみたいなこと言ってんけど、大丈夫かなと思ったんですけど、ポニョはどんな話かって聞かれたら、それはもううるせえやつらですとか、ああ女神様ですと言っとけば大丈夫です。それを宮崎駿が、ちょっとロリコン風味っていうのを本格派にしてですね、いわゆるカレーじゃなくてカリーみたいなもんですかね、な感じにしてこう仕上げましたとですね。宮崎駿先生がそのすごい、僕はロリコンって言っても健全なロリコンだというふうに思うんですよね。そのやっぱり何でしょうね、女の子の中にある少女性が好きっていうですね、これは映画監督だったら多分大部分の人が持ってる資質ですか。ヒロインっていうのをすごい綺麗に描こうと思ってる人ってそういう資質を持ってるはずなんで、なのでそんなにその彼のロリコン的な気質っていうのが否定されるようなもんだと思ってないんですけどね、少女好き、だ少女好きだったらもっと堂々と言えたんですよ。僕も今のやつをこんな表現を考えて喋らずに、つまりルパンとクラリスみたいな感じだったら言えたんですけども、やっぱ千と千尋とかですね、ポニョとかでですね、5歳児6歳児ぐらいが好きなニュアンスが出てくると、本物すごいよなっていうふうにやっぱこう思っちゃうんですよね。
要は犯罪者ギリか。いや、そんなことはないです。犯罪者ギリっていうのは対象が何歳であろうとも、なんだろうな、あのストーカーやったり、あの無断で写真撮ったり追いかけ回したり、なんか触ろうとしたりすることが犯罪者、そういうふうな欲望を持つのが犯罪者ギリなんですけども、宮崎駿さんはそういう欲望を持たないんですよね。目のレンズに焼き付けて自分の作品に書き込むっていうだけなので、犯罪者ギリというよりは何でしょうね、多分芸術家ギリなんですよ。あの人は本当にギリギリの危ういバランスの、上で大衆作家としてちゃんと成立してるんですけども、ほんのちょっとの差で芸術家として行っちゃって、で村上隆よりもちょっと危ない作品作ってたんじゃないかなって思うんですけどね。だから厄介なのは、その僕らの中にある宮崎駿的な部分をくすぐるからやっぱ厄介なわけなのでですね、そのあたり、宮崎駿のロリ的な要素が分かるということは、僕らもロリ的な要素がもう十分にあるということですからですね、人のことを笑えば自分に返ってきますね。気をつけてください。